ずコロナになるからこれ。よし、これわざと当たっていきましょう。うわ、はい、やい、あーでもな、はい、やへん、いや、これはチート、これマジでチート。それじゃあね、今日もフォールガイスをやっていきたいと思います。今日こそ一番取りたいな。これ一番ね、取るの、まあ、クラウンを手に入れるっていうのかな、なかなかできないんですよ。60人いるからね、なんつったって。さて、これはね、ゲートクラッシュだったっけ。これ僕得意なんです。こういうのね、見定めるの結構得意なんですよ。よし、次は左だね。このスライム、スライムじゃない、このおはじきみたいなやつに気をつけていこう。よし、これは右の方がいいね。右に行こう。よし、オッケー。で、次は真ん中、左、いや、真ん中だね、これ。よし、うわ、しまった。いや、いける、残り43人いけるはず。ここはジャンプ、よし。まず第1回戦突破。そして第2回戦はドアダッシュ、ドア突き破ってゴールまでたどり着け。偽物のドアも紛れ込んでる。これ偽物のドア入ったらどうなるんだろう。落ちるはなさそうだよね。まあドアが開かないって感じになるのかな。まあ、このコースの攻略法は確か誰かを先に行かせた方がいいって書いてたんですよ。なるほど、こういう感じになるのか。それじゃあ誰かが行ったところにどんどん行きましょう。うお、ちょっと待って、いや、まずい、これめっちゃ遅いぞ、これめっちゃ遅い。よし、次はどこだ、いや、真ん中だね、真ん中行こうか。いや、紛れすぎ、人混みに紛れすぎ。これは一番右だ、いや、ちょい、よし、オッケー、よし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 、このまま渡っていく。よし、なかなか速いぞ、なかなか速い。よし、オッケー、これ勝った、30番以内に絶対入った。よし、1、2の3。あ、ちょっと待って危ない、危なかった。ロックンロール、これ前回の動画でもあったね。これは難しいですよ。トランポリンみたいなのがあるじゃん、真ん中になんか丸いやつ、あれをね、どんどん避けながら行かなきゃ速くないんですよね。よし、それじゃあ行くぜ。で、今度右、それとももう突っ走って行ってた方がいいのかな。いや、いいよ、いいいいいい、今回は前回と違って結構いいよ。いけるいけるいける、とりあえず押しまくれ。よし、今は一番最後か。いや、まだいける、まだいける。これ真ん中だね、真ん中、みんな、あー、ちょっと待って、いや、これはだいぶタイムロスした。真ん中行こう、真ん中行こう。よし、いいね、いいね、いいね。うわ、早いな、赤と黄色、めっちゃ早いな。こっから抜けれることってあるのかな。よし、このまま行け。よし、オッケー、このまま真ん中。そう、うわ、邪魔してる、あいつら、あいつら邪魔してる。こいつら邪魔してる。よし、あ、そのまままっすぐ、赤より早く、赤より早く。それじゃあ第2回戦いきますか、ぐるぐるファイト。これもね、邪魔なものを避けてゴールまでたどり着けて書いてるから、この風車がね、回り続けるのを避けながら行けばいいっていうことですね。それじゃあ渡っていくか。一番後ろきついな。待って、密、マジで密、コロナになるからこれ。よし、これわざと当たっていきましょう。うわ、はい、やい、あー、でもな、はい、やい、いや、これはチート、これマジでチート。これはチートだね。よし、ここを登っていく。ここうまい具合にね、確か捕まらなくていい方法が確かあったはずなんですよ。まあそれは今日は置いといて、このまま走っていきますか。よし、ここ真ん中から渡っていけば大丈夫。そして次は動くリフトか、リフトじゃないや、これはジャンプ。よし、これ真ん中から行けばいいのかな、どうなんだろう。いや、真ん中から行くか。大丈夫、大丈夫、ない、うっそ、落ちた。これは、いや、もう一回真ん中から行きますよ。今度早いな、このリフト、そっち、いや、もう避けよう。よし、これは普通に行こう。よし、ここもジャンプ、 OK で避ける。ここもジャンプ、おぶねー。よし、これはゴールでしょう。今度は
はヒットパレード、邪魔なものを避けてゴールまでたどり着け。なんか同じのばっかだね。ねえ、前回と比べて結構同じの来るよね。ここのねコースの鬼門はあの奥にある玉なんですよね、うん、あれに当たるとねだいぶ時間ロスしちゃうからマジで気をつけよう。そしてここはぜひ落ちないでいきたいね、ここ落ちないでいきたい。みんな押さないでくれ、よし。あーやっぱ落ちるのか。まあいい、ピオキングユータ行きましょうね。このねなんか可愛いなんか生き物、これ一応身長180センチあるんだって。これ見えないよね、めっちゃでかいよね180は。まあそう考えたらね、このでかい怪物たちがいっぱい走り回ってる、ここめっちゃいびつだよね。よし、危ねえ。後部の弾はマジで気をつけないとまずい。よし、でこのまま走って渡っていけばいけるはず。そしてこれ一番左、残り31か、これは絶対ゴールできたな。よし、落ち着いていきましょう。飛び込み、これでやっぱ半分か。これも前回やりましたね。ちょっとまだやったことないのやりたいんですけど、何人落とせばいいのかな。落とせじゃないや、落ちればいいのかな。さて13人落ちたらいいってことね。このゲームはそんなに難しくないんですよ。でもどんどんこのロールっていうのかな、これが速くなってくるから、そうなった時めっちゃ難しいんですよね。よし、で次はここ行こうか。いやまずい、ここ穴がある。よし、で次ここね、オッケー。そして次は向こうに行こうか。これねそんなに難しくないよね、こう渡っていけばいいだけだから。だからねこの勝負意外と長いかもしんないな。で次はどうしよう。あ待って、まずいこっち。よし、危ねえ。よし、みんな落とさないでくれよ。で今度真ん中に行く。次はあ待って、うわーちょっ、あいつくっそーやられたな。ああいう技もあるんだ、一番角。一番角、いやそんなのハンデ、ちょうどいいハンデですよ。このコース僕は得意ですからね、ちょうどいいハンデぐらいです。それじゃあここ、よし、オッケー。で次は一番右と見せかけてここだ。よし、今度はどこに行こう。あれ、あこれ一番左開かないの。開くの遅い。よし、そして今度はこのまま真っ直ぐ行こうか。よし、うわー間に合わなかったか。いや大丈夫、まだ大丈夫。ここは走ってってジャンプ。よし、おピオキングいるじゃん僕の後ろに。それじゃあ早速始めていきましょう。まあさっきも言った通り、なんかね人の落とすのはね気が引けるんですよね。いやちょっと待って、そんなこと言ってる場合じゃねえ、ちょっと待って。いやここここ大丈夫、よし。危なかった。まあそんな、まず自分の心配をしようかな。いやまずい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 から、あぶねえ。オッケー、この子なんか名前あんのかな。なんか可愛いんですけど、なんかピオキングっていうね、今僕オンラインの ID でやってるんですよ。まあピオキングユータ、僕ユータっていうのがねまあ本名なんですけど、それ以外になんかこうこの子のちゃんとした名前みたいなのがあったらぜひねつけてあげたいね。ここ、よし、 OK、 これ早いな、こっちに行こうか。うーん、なんて名前がいいんだろう、なんか可愛らしい名前ぜひねつけてあげたいんですけど、ハートのパンツ履いてるから、うーん、パンツハートみたいな。まずいまずい、パンツハートはちょっとまずいな。よし、ここ渡っていく。そして残り2人、やったよし、 X スクランブル R2 で卵をつかもう、味方チームのゴールに卵を集めてポイントを稼げ。とりあえず卵をねいっぱい集めればいいんですよ。僕は青だね。誰かね集める係いるよ、誰か集める係。いや、もう持っていこうか。よし、これ普通にこうやってするのがいいのか、それともなんかこの辺で、この辺でね置いてってあげよう。あ、いいいい作戦、バケツリレーみたいな、この辺でこんな感じで置いてってあげようね。よし、誰か拾ってくれ。よし、でこれも誰か、なんで。あ、そっか、これハンマーがあるのか。この金の玉は何、金の玉、あこれいる。よし、で相手のねチームのも持てるんですよ。いや青いいよ、青いいよ、21めっちゃ強い。よし、これを取っていこう。よし、 OK、 取っていくっていうかもう出していこう。
よし、ちょっと全然取れない。いやでも青圧勝ですよね。これ持っていこう。いや登れない。足引っ張ってる感じするけど大丈夫？まそれでもみんなの協力のおかげでここまでやってこれましたね。で卒業できましたみたいな言い方になってるけどよし。あ待って、青がまずい。味方チームまずい。あいいねいいね、これ味方に加勢しようと思ったけど、待て赤邪魔すんじゃねえ、お前ら邪魔すんじゃねえ。よしここで赤と邪魔の邪魔をしよう。邪魔すんじゃねえ。よしこれ結構大事ですよ、こういうの。まずそこのピオキングもどきみたいなもういいやつ邪魔すんじゃねえ。よしこれを入れていく。オッケー、これ勝ったね、これ絶対勝った。青チーム最高。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。